富士大石寺験商会は、日本の宗教団体である。埼玉県埼玉市大宮区、樹毛町に本部を置き、交渉会員数、約242万人を要する、単立宗教法人である。宗教法人法に基づく、届出名は、宗教法人、検証会。日蓮召集の信徒団体として1957年に、発足した、妙信孔が前進。 機関紙、検証新聞がある。第二次世界大戦下の1942年4月、日蓮招州妙高寺の総大だった、浅井神兵衛が、初代高等となり、妙高寺所属の北家高の一高獣として、東京妙神興が結成。当時は、戦時下のため尺伏偶像は困難であったが、神兵衛は、事業経営と、並行して、行員を励ましながら、 愚図を進めたという。浅井千香子らは、妙高寺から、豊島教会の妙国寺へと所属替えを行い、その後に、報道会へと所属を変えたが、住職の申し入れを受けて、報道会ほっけと合併するため発展的に、解散した。その後は、報道会から、離脱史名信興を再建するが、総価学会が中心となって、寄進。 混流した、小本堂の競技場の位置づけをめぐり日蓮招集、創価学会と激しく対立するようになる。明信校としての発足以来、創価学会と対立してきた経緯から、創価学会を支持母体とする公明党の存在を認めておらず、公明党と連立を組んだ政党も、批判の対象となっている。その一方で、中国や北朝鮮といった北東アジアの、 社会主義国家による日本への脅威を主張しており、外交的に極右とみなされることがある。このため一時、公安調査庁の調査対象になっていた。大仏名号国立会談混流こそが、国家安泰と、世界平和をもたらし、人々を真に幸福にする、究極の政治理念であると説く。これは、日蓮大聖人の立証案国論における、 何時早く信仰の寸身を改めて速やかに、実情の和義に着せよ。叱ればすなわち三回は皆不つくなり、不つそれをとろえんや、及び三大秘宝章における、王法仏法に、明治、仏法王法に合わして、王神一同に、本門の三大秘密の法を持ちて、ないし、直線並びにご教書を申し下して、ないし、 階段を混流すべきものかとのご指南に基づくためであるとする。この大仏名号との対比においては民主主義もまた社会主義、共産主義よりは優れているものの究極の政治理念ではないとする。それは民主主義は権力の横暴に対し民意を尊重せよとの民衆の自己主張であるが、末法においてはその民衆が三独合情であるから、 今度は、修具政治になって、国を滅ぼす。また、民主主義は、多数決がその原理であるが、人の多さと、正しさとは、関係がない、との理由による。所詮、独裁も、民主主義も、正しい仏法を根底にしなければ、国土に三歳七難を招き、人民が苦悩することにおいては、同じとの説を唱えている。総科学会を、 支持母体とする公明党が連立与党として国政を担う側に存在していることに対しては国立会談混流のご異名に背き本門会談の大い御本尊を捨てるという極限の大方向を犯したとの理由により反対との立場を取る。公明党が1993年の非自民非共産連立政権に参加すると 当時連立相手となった社会党や日本新党などの各政党は一斉に本会による批判攻撃の対象となった。その後、1999年に自民党、自由党と公明党の自治公連立が誕生したことから、今度は自民党が批判の対象となり、現在に至っている。安倍政権に対しては与党である、 自民党が日本会議とその趣旨に賛同する議員連盟日本会議国会議員懇談会神社本庁及び参加の政治組織新党政治連盟と一体になって憲法を改正し国家新党を復活させ日本を神の国にしようとしていると指摘し主君たる日連大聖人の存在を無視して神の国を作らんとすることが国を滅ぼす 仏法上の質になるとの理由から、安倍晋三首相辞任、同性権退陣を主張してきた。また公明党が連立に参加していることについても、2割花を並べる教示だと厳しく非難している。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙前には、5回にわたって、検証新聞を安倍退陣要求の特集号とした。 中でも解散直前の9月5日は、安倍政権崩壊特集号、当時目前だった10月5日にも、安倍ペテン政権特集号と名打って発行、自民党公認候補者の街頭演説会場などで配布した。秋江は中華人民共和国及び、中国共産党による中華派遣主義を解き、これに対抗するには、公選ルフを完結させるしかなく、それができるのは、 五異名を守護したてまつって一筋の中性を貫き通した検証会以外にはないと主張する。朝鮮民主主義人民共和国の核脅威にも同様の主張をしてきた。秋恵によるこれら一連の主張は日連が立正暗国論の中の他国神秘津難の部分で説いた元朝による侵略の可能性を現在の北東アジア共産権に置き換えることによって 正当化される。富士大石事件紹介札幌会館検証会とは、言葉んく知恵造みに瞑想する、検証会を切る、P37 下山聖女、富士大石事件紹介によれば、この認証式の際に、堀米日順より、今までほっけこうというのは、墓段家のように言われてきたが、ほっけとは、厚原の北っ公衆にその源を発するのです。 明神皇は、厚原の北家ケ公衆を官として、戦う、北家ケ公となってご奉公しなさい。まず3000の愚痴を成し遂げてご覧なさいとの講話があり、明神皇幹部の一同は、官類したという。ABCD 山崎正人も東登強打日40から52ページ。ABCD 原島隆氏 池田大作先生への手紙20から23ページ、元学会顧問弁護士の山崎正友によれば、総価学会側から北条博士副会長が登山し、細い日達に対し、解釈文を出されるのは結構だが、その内容によっては大変なことになる、等と,と圧力をかけ、解釈文を出させないようにしたという、当庁教団49から50ページ。 宗教法人検証会等規模履歴事項全部、証明書、近現代における、会談問題の経緯と、審議 P89、P97、理事長ポストは、休廟振興時代の1974年に設けられて、以来35年ぶりの復活で、現在の検証会になってからは初めて、引き続き男子部長を兼務。中国、会計法、施行。 東、シナ海への進行開始やがて尖閣は奪われ、日本も侵略されるお救いくださるは、日連大商人ただ、ご一人から、検証新聞2021年3月5日、五三面、年、浅井先生原発大賛成の証拠は森大会、YouTube。ありがとうございます。